奇人楽園 YouTube チャンネル、はい、愛です。今日はね、奇人楽園リム太郎が行ってきた2016年全日本かくれんぼ大会、その模様をその1から3に分けてお送りします。今回はついにこの3、リム太郎かくれんぼ大使野望編ではスタート。かくれんぼも終わり、かくれんぼ大使、そしてかくれんぼアイドルのバックダンサーとして閉会式リハーサルに向かいます。かくれんぼアイドルの皆さんに合流、この人にしましょうね。で、まあ、今年の大会までの間にレコーディングしてプロモーションビデオも撮ってやっております。ちょっとだけね、皆さん聞いていただいたんですよ。このね、テーマ曲になりました、かくれんぼ大会の。見つけた、ミートしちゃったもんで、ね、トラーンって出ちゃう。はい、残りあと。ユウタちゃん、もうね、あ、ごめんなさい。いいかしら、ユウタ。一年ぶりですね。可愛いユウタ。ありがとう。ありがとう。スペシャルクリスマス対象になります。さあ、これからかくれんぼアイドルのプロジェクトのためにリハーサルに向かいます。ね、とぼとぼ会場まで皆さんで歩いているわけです。かくれんぼアイドルの彼女たち可愛らしいですね。あ、はい、ありがとうございます。最高最高というより、はい、あの、かくれんぼだけ了解です。来年余裕あれば、はい、ぜひお願いします。ということで、無駄信長様からこの最高かくれんぼの歌詞のカードをいただいちゃいました。私たちはコーラスでこの最高っていうところを思いっきりでかい声で叫びます。さあ、ようやく閉会式の会場までやってきました。結構荒湯からここまで通り歩く。会場に着くとあの人がいた。そうなの、まだ見つかってない人がいたっていうことでしょうか。本物なの。同じ違うということになるのでしょうかね。そっくりさんでした。さあ、これからリハーサルが始まろうとしております。緊張の一瞬でございますね。はい、ずっこける、はい、ずっこける、ずっこいてもいいし、自分も PR してね、ずっこける。難しいですね、ずっこけるってしてもいいし、今ないまでノリでノリでノリで、よかったです。リハーサルって言ってもどうなの、中に入って、中に入っていいとかもあるの。1回だけこう、あー、まず大丈夫なのか。早いわ、もう1回のリハーサルで本番突入でございますよ、皆さん。ご期待あれ。無駄信長様がおっしゃるにはバラバラがいいと言われるので、思いっきりバラバラにやっちゃいますよ、私。本番直前、出番前どうですか。出番前どうですか。ちょっと緊張して、ちょっと緊張して。いや、全然大丈夫。もっと盛り上がっていきましょう。はい、はい、もうアイドルがもう盛り上がらなきゃこのかくれんぼ大会盛り上がらないですよ。そうですね。うわあ、ありがとう。皆さん出番前いかがでしょうか。気持ちのほどは。はい、もう やったるって感じですね。はい、やったりますよ。やったりましょう。信長様、本番前ご感想を、本番前のご感想をお願いいたします。いつも適当。はい、いつも適当。緩く適当。それがいいですよね。はい、全てが中央であれと。はい、そう、おめでとうございます。モテる、モテない、モテなかったらあげない。インタビューしていいですか。閉会式スタート。お気持ちは。しまった、目にマイクを向けてしまって。はい、仮想コンテストの表彰が行われております。さあ、出番だ。
かくれんぼアイドルとジャンさんの登場。ここまではやっていいってことです。はい、はい、この格好まで大丈夫です。許されるんです、会長だからね。こんにちは。こんにちは。今回はかくれんぼアイドルということで、かくレインボーでは上がってきてください。そしてバックダンサーもいらっしゃいます。バックダンサー、そうそう、バックダンサーもいるのよ。はい、かくレインボーさん、そしてバックダンサーの皆さん、どうぞ上がっていただきましょう。今日は、最高かくれんぼという歌ができました。はい、惜しむように会場を後にしたリムでした。今かくれんぼ大会閉会式が終わって、とぼとぼぼと帰ってるとこです。これ帰っちゃうとまた明日から日常つらいことが待っちゃってるんですよね。でももう一年頑張ろうということで、皆さんまた次回です。イエーイ。この動画にメジャーデビュー素晴らしい、ご出演いただいた皆様、ありがとうございました。ルーレット素晴らしい、全日本かくれんぼ大会2017へ。やったるって感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。 Thank you。チャンネル登録お願いします。